島原船津駅は、長崎県島原室町にある、島原鉄道島原鉄道線の駅である。休行の設定は2008年3月31日までは、諫早駅から当駅までであったが、翌日のダイヤ改正時から増発されたため、隣の島原港駅まで設定されている、長崎県最東端の駅である。旧駅舎1913年開業以来の駅舎が使われてきたが、 老朽化のため2015年2月から建て替え工事が実施され、6月13日に落成記念式典を実施し6月16日から供用開始となった。短式一面、島式一面の計3線ホームの地上駅である。車両基地が併設されており、当駅で折り返す列車が多いため、留置線を数本有し、夜間大白がある。 一番留置線側のホームはあまり使われておらず、列車の留置に使われることが多い。また、列車交換を行わない場合は上下とも、駅舎側のホームに停車する。2008年3月31日までは当駅で、乗務員が交代していた。本屋前の上下本線間に格納式の給油設備がある。島原港駅風ず駅間の廃止以前は当線の、起動車は、 下り坂早発風再起で運用後、折り返し上り列車となって、当駅停車中に給油を受ける運用が組まれている例が多かった。このため上り列車の当駅停車時間が長く、設定されていることが多く、乗客を乗せたまま給油作業が行われる光景が見られた。初代駅舎は、1913年建築の木造を2階建てであった。 駅開設当初より100年以上にわたり使用されていたが周辺の道路整備と老朽化等により2015年中に建て替えられることになった。新駅舎は旧館時の毛筆体による正面の駅名表記や丸い時計や横一線に伸びる高窓など細部に旧駅舎の衣装を残したものとなっており、旧駅舎よりコンパクトではあるが待合室や乗務員控室などを備えている。 2015年6月13日に落成記念式典が催され、同月16日より使用が開始された。国道に出たところに島鉄バスの港広島場、停留所がある。口の津、上佐方面の乗り場前には、温泉が湧き出ている。2018年度の年間乗車人員は9132人、降車人員は8504人であった。近年の年間乗車人員、 校舎人員の推移は以下の通り、ありがとうございます。